はい、誰も見てないですね。やばい。インスタライブの方がいいんじゃないですか。絶対インスタライブの方がいいです。こっちはこっちつけるか。はい。誰も見てくれないんでインスタライブします。2。ライブ。いるって1、いや1や。あ、さあ3人。3人。どこが？ご飯。ジョジョ園ですかね。マリオさん、ジョジョ園。え、ジョジョ園ですか。ジョジョ園って言ってしまった。サンダさんがちょっと増えた。あ、33人いるんで、やっぱこっちだよ。あ、やっぱそう。はい、あ、皆さん、こんにちは。ハッピーメリークリスマス。すいません、ちょっとお酒飲んでないですよ。はい、今日、滝野サンタやってます。サンタです。見ての通り。お、かわいいじゃないですか。はい、目も回してくれる。皆さん、はい、テンション高いです。テンション高いって言われました。いやいい、はい、今ですね、名古屋市の、栄ですね。栄にある、マルエガレリアさんっていうね、商業施設で、今日14時から、クリスマスのイベントやるんで、今サンタコスして、ちょっとこうね、恥をさらさせながら、はい、あ、インスタもやりますか。53人見てくれてるっすよ。あ、両方やればいい。ここっすか。ライブこれ出てるんすか。出てるんすか。インスタライブ分からん。一緒じゃん、プラスをして。ちょっと待ってくださいね。はい、どこでやるんだ。ちょっと見てみよう。はい、皆さんインスタライブのやり方教えてください。 YouTube ライブとインスタライブ、2つやります。はい、あ、お願いします。青森じゃないですよ。名古屋です。名古屋。あ、奥行きます。はい、じゃあちょっと今から食事の方をね、見たつまずきました。はい、よいしょ。皆さんメリークリスマス。ちょっとなんか見てもらってる人60人ぐらいおられるんですけど、コメントの方よろしくお願いします。はい、皆さんクリスマスはどうお過ごしでしょうか。はい、はい、滝野はですね、ご覧のように、なんと後ろにもたまたまサンタがいますね。はい、はい、たまたまなんですけど、まあ、僕の方が可愛いんじゃないですか、これは。こっち121人。あ、本当ですか。今ね、YouTube ライブとインスタライブ掛け持ちでやってるんですけど、このやつおるっすか。はい、自分で YouTube 持ってね。はい、メリークリスね。ずっとずっとそばにいてってね、メリークやりましたね。ボアね、飲んでないですよ、通常ですよ。はい、クリスマスなんで今日テンション高めですね。はい、何食べますか。そばとかあるんですか。そばはない。何屋さんですか、これ。あ、これ天ぷら屋さんなんですよ。天ぷら屋さん。はい、はい、これで、はい、滝野さん何食べますか。食べれますか。滝野はちょっとだけ食べるんですね。普通に津波さん、今日声かけられましたが。いいえ、こんな格好してるのにかけられてません。はい、どこですかって。あ、栄のマルエガレリアさんっていう商業施設です。2時からですね、イベントやりますんで、名古屋の方
岐阜の方も三重の方もまだ今電車に乗ったら間に合います。何時まで、はい、4時半までです。16時半まで、はい、ちょっと皆さんコメントください。今マネージャーさんとドラチキさん、マネージャーさんと、マルエさんのショップの一つ、トロロチキミド、はい、サモイオケ、あ、何がですか。あ、これでお願いします。はい、皆さんちょっと面白いこと、あ、滝の金麺ですね。皆様のおかげでですね、はい、大変ご好評をいただいてまして、1月まで、継続して販売することを、中国茶房さんの方から、許可が出ましたので、はい、また1月の末まで滝の金麺、中国茶房エイトさんで、はい、販売しておりますので、はい、東京もですね、ちょっと以前ですね、YouTube ライブした時に、東京でも、してくれっていう話だったんですけど、赤坂店で1月の月末ぐらいですかね、中国茶房さんの赤坂店で、カメラの向きが違う、こうこれでいいですか。はい、1月の、月末も中国茶房エイトさんの赤坂店、東京っすね、はい、イベントやるんで、東京の方ぜひ、はい、足をお運びください。はい、桜井と名古屋どっち出かける機会が多いですか。あ、ごめんなさい、回収しちゃいました。僕がカメラ直りました。ちょっと今日テンション高めで申し訳ないですね、はい、これからイベントですのでテンションね、高めに作っていかないと、はい、ちょっと金麺東京進出っていうのもちょっと皆さん誰かツイッター上げてください、はい、いやメリークリスマスですね。インスタ何人見てます。65人。めちゃくちゃ減ってるじゃないですかでも YouTube も60人見てるんで、全員同じ人かも、はい、トナカイですか。あ、トナカイいっぱいいました。5人ぐらい、はい、いやちょっと皆さん、あ、ツバメさん神奈川なんですか。ぜひ東京来てくださいよ、赤坂にね、はい、お願いします。最近面白かった話もしますか。じゃあせっかく見てくれてるんで、はい、面白かった話、そうだな、何やったっけな、2時に電車すぐ切るから、はい、ちょっと変わるんですよ。そうですね、この時間は仕事をしてる人いますもんね。まあ、しかも日曜日のクリスマスのこんな日中に僕がライブしてるのが、ね、おかしいですよね、はい、申し訳ないです。ちょっと面白かった話ちょっと、何かあったっけな、はい、滝の結膜炎治りました、はい、結膜炎治って、あと気管支炎にもなりました、はい、この2週間でですね2つ病気になりましたね、はい、でやっと復活してね、今サンタやってるんですけど、はい、ちょっと今から食事するんですけど、ちょっと食事の風景映してもいいですか。サーモンユッケ丼をサンタさんがくれたので、別のサンタさんが、はい、プレゼント、はい、サンタさんの滝のサンタへのプレゼントがサーモンユッケ丼いただいたので、後で食べるんですけど、はい、いいっすか。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。え、ドラチキさんマジっすか。もぐ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 しますよ。はい、ちょっとね、セカンドの守備めっちゃうまかったです。はい、セカンドの守備めっちゃうまかったです。いや
本当っすか。まあ僕やり始めて2日で試合出ましたからね、はい、無印行きましたか。無印この下にある。無印行ってないですね、まだ。皆さん、さ今日クリスマスですけど、どうやってどう過ごしですか。皆さんは教えてほしいです。今日日曜日でね、家でお掃除。まあ、ね、年末ですもんね。僕お掃除行きますよ、ドラチキさん、いつでも。はい、風呂のカビ取りとか、はい、トイレ掃除とか任せてください。ちょっと掃除掃除をね、必要な方、滝の掃除しに行くんで、ちょっと掃除の仕事をください、僕に。はい、島田さんこれから仕事。天野さんは家でチキンでも食べるっすか。あ、滝のサンタ町ありがとうございます。また後ほどお会いしましょう。はい、ありがとうございます。いやー、こんな格好ですね、フードコートにねいるとね、本当に白目で見られるんですよ。マジ全身サンタっすかね。あ、70名の方が見ていただいて本当にありがとうございます。本当にいつもありがとうございます、皆さん。いや、もうちょっとしたらね、サンタさんやるんですけど、あ、なんともう一人サンタさんいました。はい、見ますか皆さん。まあ実は言うと、あのサンタさんが僕にサーモンユッケ丼を奢ってくれたんですけどね。はい、まあ顔まで映らないようにね、ちょっとこうボケてるですね。はい、あのサンタさんが僕に昼飯を奢ってくれました。はい、ありがとうございます。はい、動いております。お返事があったので動いております。見てください、ゆら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 動いております。腰を振ってます動いております。はい、今テンション上がってますね。はい、もう一匹ってちょっと言っちゃいました。サンタさんもう一人ですね。はい、はい、いや恥ずかしいですね。ソフトバンクオスナを獲得発表。ああ、ピッチャーですか。ロッテ打ったんでしたっけ。確か多分抑えロッテ打ったっすよねなんか僕オスナオスナって言うんで、なんかヤクルトのオスナを引っこ抜いたんかなとずっと思ってたんですよ。なわけなかったっすね。ああ、今日はそう、午前中に、ちなみになんですけど、オリックスの石岡さんと野球教室に行ってました。はい、エヴァさんと野球教室行って、でもめっちゃ寒くて、もう風も強くてですね、はい、もう愛知県内で午前中行かせてもらったんですけど、楽しかったですね、子供さんと一緒に野球して。はい、まあ、エヴァさんもね、安定の初号機の走りしました。なんか自分で言ってましたからね、覚醒モードとか言って、135覚醒モードとか言って、はい、そうです、仲良しなんですよ。なんかトレーニングしてて昨日まで、で名古屋に来てくれて、で今はなんか僕が仕事行ってる間はトレーニングするんですかね、また分かんないですけど、うん、年賀状は今年は価格が迷ってます。はい、格がかまぬか言っております。そうなんですよ、結構ね、ちょっとお掃除の仕事年始めとかでも全然しますよ、呼んでくれたら。皆さん、
掃除といえば、まあ、僕掃除結構興味あるんですよ。はい、なんか綺麗にすんのなんかめっちゃ好きで、でちょっとそういうのもいいかなって最近ずっと思ってるんですけど、はい、あ、カッパさんメリークリスマス。栄はまあまあ人多かったですね。でも昨日の夜もちょっとね栄来たんですけど、夜めっちゃ多かったですねやっぱり。はい、ご飯今何時ですか皆さん、今何時ですかちょっと時計なくて今分かんないんですよ。皆さん今 何時ですか。ちょっと時間教えてくれる優しい方おられます。13時44分らしいです。じゃまだいいの、はい、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。いや、何か面白いことをしたいなと思ってるんですけど、最近ちょっと一つ考えてることがあって、はい、やっぱりファン目線からすると、まあ、僕も、まあ、一プロ野球ファンなので、今やっぱり球界とかの、まあ、選手とか球界とかの、まあ、話って、まあ、結局 YouTube とかではまあ、言える話言えない話、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、あの元ロッテ の里崎さん、里崎チャンネルの、まあ、いろいろずっとまあ見てたんですけど、まあ、里崎さん結構あのトークショーみたいな感じのやつやってるんですよ。まあ、そこでは結構普段聞けないような面白い話がまあ聞けるって言ってまあ話題なんですけど、まあ、そういうの面白いなと思って、ちょっと年明けたらそういうのをやろうかなと思って、そのここでしか聞けない話みたいな、はい、YouTube では、聞いたことないような話。あ、ありがとうございます。見ますか、はい、YouTube とかね聞いたことないような話とかを、はい、トークショーみたいな、そう、里崎ライブ面白かったですか、三尾さん里崎ライブ、はい、まあ来てよかったなって思えるような内容に、はい、していきたいですけども、はい、はい、それそういうイベントね、まあ今年は、まあ、普通にこう、ファンの方に来ていただいてこうお会いするとか、まあサインとか写真とか、まあ、撮っていただくっていうスタイルだったっすけど、まあね、もうそれずっとやっとってもあまりなかなか需要もないと思うんで、来年は、里崎さんにちなんで、はい、食べこさせます。そういうね、里崎さんにちなんでそういう講演とかも、はい、やっていきたいなと、はい、思います。でも絶対面白くさせる自信はあるっすよ、絶対面白い。まあそういうね、そういうね企画とかもね、来年の方やっていきたいと思います。はい、もうちょっとね普通じゃダメだと思うんで、はい。はい、食べれます。注文入ってなかった。あれ、これが売り切れてる。あ、そうなんですか。いやー、お腹すいたっすね、ちょっと。あ、カズさん、第5章ビーダス出身。わあ、懐かしい。ありがとうございます、見てもいただいて。岡崎は東海オンエアじゃないですか。あ、東海オンエアさんにちょっとなんか言ってくださいよ。いや、人多いっすね、マジで。
どこですか？栄です。栄の丸江ガレリア。じゃあもうすぐできるもん何もないですか？ああ、じゃあもう それでいいですよ。ああ、じゃあ僕大丈夫です。なんか下で急にパンもらってくる。下のパンもらってくる。パンもらうんですか？どれですか？やってるとき食べながらやればいい。あ、そうっすね。売り切れってなんすか？マスが帰ります。あ、売り切れ、こっちっすね、売り切れっす。あ、もうご飯なんかなくなりました、僕食べるもんないって言われました、はい。ちょっと今日来ていただいてる方なんか一人だけでいいんで、マルエさんの中にパン屋さん入ってるんですよ、エスブリの。誰かカレーパンください。カレーパン欲しいっす。カレーパン欲しいっすわ。マジ時間ないっすよ、ほんとに。しかも野球終わりだからめちゃくちゃ眠いっす。いやー、お腹空いたっす、マジで。注文入ってなかった。で、その次は頼んだらないって言われて、で、もう僕2時になったら行かないといけないんで、早く作れるものはないですかって言ったらないって言われたんで、もう諦めました。ちょっとコメントもちょっと皆さんなんかないですか？はい、もう目は治ったっすね、ほぼほぼ、はい。あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。あ、マネージャーさんだけ今めちゃめちゃ美味しそうな天ぷら来ました。はい、はい、半分あげるわ。いや、一口だけもらいます。はい、苦手な天ぷらいっぱいある。あ、本当ですか？苦手なものいっぱいあるらしいんで、苦手なものだけもらいます。ここ行ったことあるんですか、ドンチキさん？あるんですか？インスタライブの皆さん、ちょっとね、僕今 YouTube ライブと同時配信してるんで今、はい、こういうね、世にも珍しいことをしてます。サンタさんにもらったプレゼントは何ですか？サンタさんにもらったプレゼントはお金ですね。はい、大人なんで、はい。でも今日野球教室行った時に子供たちが昨日子供たちにサンタさんに昨日何もらったって言ったら、朝起きたら、まあ、野球の、まあ、練習、まあ、ティーバッティングとかあるんですけど、それの、まあ、台ですね、ティー台って言うんですけど、ティー台もらったみたいな。あ、なんか本当に子供心を思い出しました、本当に。はい。いや、注文入ってない。あ、デイさん、コロナ大丈夫っすか？ちょっとご安静にしてください。はい、半分あげます。母さん、飯高駅行きます。もう10分だね、はい、食べれる。はい、2時からですもんね。2時から。あ、これもっともらってるか。半分は食べれる。はい、食べます。
無理でしなくていい。いや、これがあれば僕が半分嫌いなの。あ、みちこさんいつもありがとうございます。よろしくお願いします。大丈夫ですか？熱ないですか？熱。あ、はい、お大事にしてください。ちょっと食べますね。ちょっと待ってもらっていいですか？はい、このままで立てて。はい、こんな感じ。はい、何いらないですか、長澤さん。エビ食っていい？どうぞどうぞ。いらんもん教えてください、逆に。はい、こんな嫌いなんですか？じゃあ、いただきます。おいしい。気づった。人参やと思ったら紅生姜やった。あ、人参じゃなかった。辛っ。いや、俺も人参やと思った。辛っ。下今20人くらいなの。20人。20人って言って多分2人ペアなんで、めちゃくちゃ首が痛い。やばいや。やばいっす。店の中歩き回って営業しよう。最悪、うん、そう。何人来たらいいんですか？300ぐらい。物買ってもらえばいいんですか？300ぐらい。300人ですか？やばい。初めて、今までミスったこと今まで一回もなかったのに。Twitter を広めてこ。はい。お、56分なんで。あと2分ですか？あと2分です。はい。待ってもらいましょう。はい。天ぷらがない。ちょっと出たんで。ごめん。あ、置いてください。流し込みます。行きましょう。マジっすか？はい、すごい。お腹壊さないようにだけ。お疲れ様でした。はい、じゃあこれからの、はい、皆さん、これから栄で丸江さんでイベントするんで、お時間ある方ちょっと覗きに来てください。よろしくお願いします。チャオ。こっちも消します。はい、皆さんちょっとね、全然お客さん来てないみたいなんで、はい、ちょっと、うわ、これも壊れたし、はい。
はい、皆さんまたごゆっくりライブします。はい、ありがとうございます。